こんにちは、パーソナルトレーニングスタジオプリマ代表のさきです。今回は股関節の詰まりを取ってリンパをドバドバ流す全身痩せストレッチをやっていきます。実際に過去私が指導した40代の女性の方もこのストレッチを取り入れてかなり痩せられたので、皆さんもぜひ試してみてください。とっても簡単にできるストレッチなので私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。それでは座った状態で両足を前に伸ばしてスタートします。両足を内側にひねるのと外側にひねるの交互に繰り返していきましょう。股関節を緩めていきます。そう、股関節いろんな方向に動くので、どの方向にもしっかり動かすことがポイントになります。ゆっくり続けていきましょう。深呼吸しながら力をギュッと入れてしまうと股関節逆に筋肉がギュッと縮んでしまうので、力を抜いてリラックスするのがとても大事です。無理のない範囲で気持ちいい範囲で行ってみてください。やってるとこう内側にやりやすい人と外側にひねりにくい人といると思います。自分がどっちがやりにくいかをと確認しながら、やりにくい方は重点的にやってみて、やってみましょう。はい、OK です。じゃあ仰向けになります。はい、じゃあ両足を片足伸ばした状態で反対の足は膝を曲げて持ち上げます。では横に伸ばしていきましょう。内側にクロスするように倒したら今度外側に開いていきます。内ももストレッチするのとお尻の外側の筋肉を同時にほぐしていきます。このストレッチは体を動かしながら行うストレッチなので、こう、血流を向上しながら効率よく筋肉をほぐすことができます。うん、体を動かす前のエクササイズをする前の準備運動としてもおすすめです。ゆっくり自分のペースで大丈夫なので、気持ちいいと感じるところで動いていきましょう。立ちゃったです。はい、 OK です。では反対に変えます。じゃあ反対も同じように膝を直角に曲げて持ち上げます。内側に倒すのと反対に倒すのを繰り返します。内ももがぐーっと伸ばされたら今度はお尻の外をぐーっとほぐしていきます。そちらも股関節についている大事な筋肉なのでほぐすことが大切です。そして硬くなっている方も多い部分なのでしっかりほぐしていきましょう。このチャンネルを見てくださっている方は運動を初めての方もとても多いので多いと思います。なので、本当に無理のないように、ゆっくりで大丈夫なので、無理に早く行わなくて大丈夫です。はい、ご自身のできるペースでゆっくり丁寧にやってみてください。いいですよ、そのままいきます。では足を戻していきます。今度ちょっと足を上げる動きを入れていきましょう。はい、じゃあ手を床に置いた状態で膝を持ち上げます。このまま膝を開いたり閉じたりを繰り返していきます。で、足を下げるほど負荷が高くなって難しくなります。なので難しい方、初めての方とか運動に慣れてない方は膝はしっかり曲げた状態で行ってみてください。足も少し高めにしていきます。はい、ではゆっくり繰り返しましょう。で、ここでポイントになるのがお尻の、奥の筋肉を意識することです。お尻の筋肉を意識することで股関節が、ほぐれやすくなるので、お尻の筋肉をイメージしながらこの辺の奥の筋肉って思いながらやってみてください。息を吐いて吸いながら戻します。口からふーん吐いて吸います。鼻から吸って吐いて
OK です。いいですね。じゃあこのまま今度は横向きになりましょう。はい、じゃあ横向きに出て、ただ肩より少し前に出していきます。はい、下の足を曲げて上の足を伸ばして、上の足つま先の方に足を遠くに引っ張りながら足を上げます。このまま足回していきましょう。すごく大事なポイントがあるんですけど、このつま先をですね、こう進行方向に向かってずっと引っ張り続けていきます。足をこう長くキープすることで、股関節の詰まりが解消しやすくなるので、はい、さあお尻から足をぐーっと遠くに引っ張りながら回していきます。はい、で、こう足をですね、引っ張る感覚分かりにくい方は反対の手を下のウエストに入れてみてください。ここに隙間をぐっとこう作るように意識する。お腹を床から持ち上げようと思うと、必然的に足をぐっと引っ張ることになります。はい、 OK です。反対行きましょう。じゃあ反対に変えます。はい、では片足を上げ曲げた状態で反対の足はしっかり伸ばしてあげます。さあ足を遠くに引っ張りながら円を描いていきます。股関節から遠くに足を引っ張るイメージをするか、もしくはこの下のお腹、床からウエストをぐっと持ち上げるように意識してみてください。そうすると骨盤の位置が整ったところでしっかり股関節をほぐすことができます。さあ、前と天井の方と後ろとまんべんなく回すのがポイントです。ゆっくりゆっくりで大丈夫です。息を吐きながら、そうですね、呼吸はですね、普通に自然にしていきましょう。深呼吸しながらいきます。さあ人によってはね、お尻結構きついと感じる方もいるかもしれない。あとちょっとです。頑張りましょう。バッチリです。はい、OK です。ではうつ伏せになります。はい、うつ伏せの状態で、手はおでこの下に置いていきましょう。両足伸ばしたところから片足の膝を、真横まで曲げていきます。こんな感じで足を横に出していきましょう。はい、で膝は90度に曲げていきます。でこのままできるだけこの右のお尻を床にぐーっと近づけるように力を入れていきます。はい、じゃあこのまま深呼吸していきましょう。で、頭を左の方へ向けていきます。はい、で頭を左に向けて少しおへそを左に向けるような感じで、おへそを少し左に向けるようにすると、この右の内ももがほぐれやすくなります。さあここで深呼吸してキープしていきましょう。お尻が床に重く沈んでいくイメージです。鼻から吸って口からふー。はい、 OK です。じゃあ反対に変えましょう。よし、じゃあ反対も膝を横に曲げます。じゃあうつ伏せの状態で、はい、顔は足と反対の方に向けていきます。おへそも少し反対の方に向けるような感じ、体を回すような感じで、曲げてる足の方と反対におへそを向けていきます。鼻から吸って口から吐いてリラックスしていきます。さあ内ももの筋肉も、硬くなっている方多くて、特に足の形が崩れてしまっている方は、内ももの筋肉が弱くなっている方も、最近だとすごく多いです。で内ももは、こう使えるだけではダメで、やっぱり柔らかくほぐれている方がよりしっかりと筋肉を使いやすくなるので、はい、内ももをまずはほぐしていきましょう。ここが硬いと下半身太りの原因になってしまいます。はい、OK です。ではゆっくり起きてきてください。はい、では膝を伸ばした状態で足を90度に開いていきます。でたくさん無理に開く必要はないです。なるべく背中をぐーっと伸ばした状態で、おへその向きを、まず
足の方に変えていきます。どちらかの足の方に変えて、そのままゆっくり前に倒していきましょう。一度起きてきたら、また向きを変えて、一度ここで息を吸って背中をぐーっと伸ばしたら吐きながら前です。吸いながらで吐きながら、このストレッチも、動きながら行うストレッチなので、こうじっとしているのが苦手な方とか、あとはこうじっとしてぐーって伸ばすのがこう筋肉が痛いよっていう方も、体が硬い方にもすごくおすすめです。動かしながらこう自然に自然にストレッチができるので気持ちよくできると思います。で、背中を1回ずつ伸ばしてから前に倒す、頭を遠くに引っ張るのがポイント。皆さんお疲れ様でした。股関節はリンパや血管がたくさん通っているすごく大事な部分になります。なので股関節をケアするだけでも十分ダイエット効果はあるので、きつい運動が苦手な方はまずは股関節のストレッチからやってみていただきたいです。私もやっぱりきつい運動が苦手なので、軽い負荷の楽しく続けられるような運動やストレッチを中心に行っています。そんな運動が苦手な私が考案したエレコアというメソッドをこのチャンネルでは配信しています。エレコアは今まで運動が続かなかったという方にこそおすすめなので、ぜひチャンネル登録して一緒に続けていきましょう。公式 LINE では自分に合うダイエット方法がわかるダイエット診断を無料で行っています。今だけ診断結果の PDF と食事の解説動画、エクササイズ動画をプレゼントしているので、興味がある方は公式 LINE を友達追加して試してみてください。私の経営するパーソナルトレーニングスタジオプリマに興味がある方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。